いいね。一応あと1、2本確認しておこうかな。うん、これもいいね。なかなかいいよ、サオくん。じゃあ早速下準備しておいてくれたまえ。親方建設ではトンネル事業の他に食品部門も設けて手作りおやつも製造しています。そして私はそこの品質管理課の課長も務めています。私を満足させるおやつでなければ出荷できないという厳しい基準のもと、親父、あ、ウサオくんが頑張って作ってくれています。そういえばまだ上の方の味見、あ、いやいやバカバカ、品質チェックするの忘れてた。はい、合格。どれどれ、これがウサちゃん用かな。印をつけとこっと。いや、なんかちょっと色が変な人参が。あれ、これだったかな。うまいうまいうまい。どうやら私の勘違いだったようだ。エクセレントだ、ウサオくん。あ、違うの、お母さん、さっきのはお仕事で。余計なこと言うなよ、親父。お母さん手伝おうか。どれどれ、一日干した人参はどうなったかな。ちゃんとチェックしないとな。うん、まだまだ乾燥が足りてないな。やっぱり牛乾燥人参は一日にしてないやつだな。2日、いや最低でも3日、できれば高い乾燥して火が干すのにある人なんだ。そうすることで甘みが一頭の薄くされて美味しい美味しい乾燥人参となるわけだ。わかるか、ウサオくん。君もちょっと味見、いやいやバカバカ、品質チェックしたいんじゃないか。まあこの仕事ばかりは譲れないけどね。3日目と見せかけてこの日もまだ2日目だよ。えへ。はい、いいでしょう、合格。落ちてこないな。Thank you.
れ落ちた？いや落ちてないんかい。今年中にチャンネル登録10万人を目指しています。応援よろしくお願いします。